ご視聴ありがとうございます。今回は笠間稲荷神社や常陸の国出雲大社で有名な茨城県笠間市の隠れたパワースポット愛宕山の山頂に鎮座する日本三大火伏せ神社の一つと言われ約1200年の歴史を持つ愛宕神社。また愛宕山には昔天狗たちが住んでいたという伝説があり、天狗にまつわる場所も多く、愛宕神社の奥宮伊豆名神社には愛宕山に住んでいた13天狗を祀った祠が鎮座しています。そしてこの動画の最後には、撮影時にカメラの設定をミスり10倍速のタイムワープモードになっていたためお蔵入りとなっていた常陸の国出雲大社をせっかくなのでノーカットで追加しました。はじめに愛宕山は筑波山地の北東部を構成する標高305メートルの山で、常磐線岩間駅からだと西方に望むことができ、古くは風穴山や岩間山と呼ばれ、明治期に作られた岩間便覧には中世愛宕権現鎮座せるをもって愛宕山と称すとあり、愛宕信仰の影響により愛宕山と呼ばれるようになった歴史が記されています。江戸時代後期の国学者神道家であり思想家医者でもあった平田篤胤が残した神道書宣教異聞では、天狗が修行する修験道場岩間山として書かれ、愛宕山から我が国山にかけての山階は現在我が国愛宕県立自然公園になっていて、我が国山愛宕山ハイキングコースは茨城百景に選定され、また桜の名所としても知られ、季節になると愛宕山桜祭りが開催されます。愛宕神社の神域である山頂付近まで車道が通じており、最奥部に駐車場があり、筑波山地の山頂に鎮座する神社としては珍しく、徒歩で登山をすることなく本殿に参拝することができますが、古くは修験道の影響で女人禁制とされていたため女人堂という要拝所がありました。岩間便覧には王子婦女登山するときは血の雨を降らすといいしも、今は婦女の登山する者甚だ多しとあり、女人禁制がどのように語られていたかが記録されています。愛宕信仰は京都市の愛宕山山頂に鎮座する愛宕神社が発祥の火伏せの神に対する神道の信仰で、京都愛宕山の愛宕神社は古くから修験道の道場となり、愛宕山に集まった修験者によって江戸時代中頃から愛宕信仰が日本全国に広められました。中世後期以降、愛宕の神は火伏せに霊源のある神として広く信仰されるようになっていて、日本全国で愛宕を社名につける神社は43都道府県に約1000社あり、特に東北地方に多く分布しています。愛宕の神とされるイザナミは神仏集合時代には将軍地蔵を本地仏としていて、これは道祖神のことをしゃぐじということから、しゃぐじに将軍の字を当て道祖神と集合した地蔵を将軍地蔵と呼ぶようになった名残で、火の神かぐづちを共に祀ります。将軍地蔵を本地仏としたことから火伏せの神としてだけでなく武神としての信仰もあり、民間では各地に愛宕講と呼ばれる講が組織され、千日詣と称し8月1日に参拝すると千日参拝したのと同じ御利益があるとされます。また戦国時代に上杉謙信に仕えた武将直江兼続が兜の前立に愛という漢字をまとっていた理由も武神としての愛宕信仰を表していたとされています。愛宕山の山頂にある愛宕神社は日本三大火伏せ神社の一つと言われていると謳われていますが、ネットで検索しても日本三大火伏せ神社の残る2つが出てこず、火伏せの神を祀る神社というと静岡県浜松市に鎮座する秋葉山本宮秋葉神社が有名で確定となりますが、残る1つがどこなのか分かりません。茨城のお隣栃木には日光海山の祖聖道上人が修行をしていた天狗の社古峰神社が創建年代的にも地域的にも近いので数えられているのかもしれませんが、逆に愛宕神社の中での格付けなのかも分かりませんでした。本宮の愛宕神社が大宝年間西暦701年頃に修験道の祖とされる円王図と白山の開祖大長によって神廟が建立されたのが創建とされることから、笠間の愛宕神社の創建は大同元年西暦806年と伝えられているため、愛宕信仰としてもかなり初期の愛宕神社であり、東北に愛宕信仰が伝わる足がかりとなった神社なのかもしれません。笠間の愛宕神社にはいくつかの天狗伝説が伝わっていて、愛宕山が岩間山と言われていた頃、筑波山加波山と並んで天狗の修験道場の一つでした。ここには最初5人の天狗が住んでいましたが、だんだん増えて12人となり、やがて長楽寺から1人の天狗が加わり13人の大古天狗が住むようになり、13天狗と呼ばれるようになりました。
天狗たちは、ハウチワを持って雲に乗り、大空親よりも早く飛び、妖魔を打ち払い、厳しい修行で身につけた術によって重い病人を救ったり、天候を予知して作物の豊穣を占ったりして、人々を幸せにしていました。現在でも伊豆那神社の裏側に13天狗の祠と言われる13個の石の祠や、天狗修行の地と言われる石尊などが残っています。また、この地域の昔話として、ある年、愛宕山のお祭りで、奉納相撲が行われた時のことです。近くの村々から、力自慢の男たちが集まってきて広場は大にぎわいでした。やがて、10人勝ち抜き戦を迎えると、奉納相撲はさらに盛り上がりを見せましたが、勝ち上がってきた強い者同士がぶつかるので、なかなか10人を勝ち抜ける者が出ませんでした。そこへケムクジャラの大男が現れ、対戦相手を次々と投げ飛ばし、すぐにも10人抜きを達成してしまうほどの勢いです。誰もが優勝はこの男で決まりかと思った時、土俵に上がってきたのはどう見てもあまり強そうではないお坊さんでした。ところがお坊さんは身のこなしが軽く、土俵上をぴょんぴょんと飛び回ると大男の隙をついてあっけなく投げ飛ばしてしまったのです。今のはまぐれだ、あの坊さんがそんなに強いわけはない、そう思った人たちが次々とお坊さんに向かっていきましたが、その強さは並外れていて、瞬く間に10人が倒されてしまいました。お坊さんは商品の米俵を軽々と担ぐと、何事もなかったように帰っていったのです。それを見た人々は、あの坊さんはただものではない、天狗様に違いないと噂し、恐れました。このお坊さんの正体を見届けようと後をつけた男がいましたが、お坊さんの足は宙を飛ぶように速く、現在の笠間市端のあたりで見失ったと言われ、天狗は超人的な力を持つと考えられていた話が今も語り継がれています。愛宕神社の本殿の後ろの石段を登ると、奥宮である伊豆那神社が鎮座していて、縁起式神明帳に記載されている、日立の国茨城郡小三座の一社、伊張神社の論社で、例祭が記載悪態祭りとして知られています。記載悪態祭りの由来については、怨霊や疫病を退治する悪態祭りや、領主が住民の日頃の不平や不満を悪態の中から探ろうとしたなど、様々な説があります。悪態祭りは愛宕神社の総代の人たちによって再興され、白装束で天狗の格好をした13人が参道に鎮座する祠をはじめとする16箇所の祠へお供え物をして回ります。この時に参拝者同士でバカ野郎、早く歩けなど罵声を浴びせ合い、お供え物を奪い合うという変わったお祭りです。
最後に笠間市といえば笠間稲荷神社。神社に少し詳しい方でも日立の国出雲大社しか思い浮かばないと思いますが、笠間の総鎮守は三社神社で、さらに愛宕山の愛宕神社を知らない方が多いと思います。私ディープジャパンも初めて知り、参拝してみてその素晴らしさに衝撃を受けました。日本古来の山岳信仰と神道、外来の仏教が融合した修験道ゆかりの神社。笠間市という一市町村にこれだけの勿来が密集していることにも驚かされました。総鎮守の三社神社は回れませんでしたが、地元の氏子に大切に管理されている下郷の三社神社と、撮影大失敗の日立の国出雲大社でこの動画を締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。My hand from him sin.